でかい、いや、でかいじゃないわ。背中が。撮ってますねって。ね、旦那様。すんげえ、すんげえ、やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。和風な感じらしいですけど、すげえ、なおすごいすごいすごいのすごいもうすごいぞ。禁止行為動画撮影に関しては今回許可を取っております。ほっ、やべ、鼻見せてきた。楽しみに待っておりますよ。ほすけ、こんばんは。こんばんは、はじめまして。こんばんは、ひとしさん。どうも。あれ、サミさんもおるやん。あのー。おー、オーシャンさんじゃん。あのー。こんばんは、オーシャンさん。おいおい、置いてかないでくれ、置いてかないでくれ。オーシャンさんじゃんじゃないんよ。お久しぶりです。おー、一式、来たか。おー、来たよ、今日は。なんじゃ、ここおー、人ともいるし、人ともいるし、人ともいるし。はい、改めよう、北の皆の衆、悲願旅館大原時へ。ここはあの世とこの世、朝と夜の狭間に立つお屋敷大原時。これよりお主らはこの坂を下った先にある館の中で、お主らの心をいざない魅了する巫女ども、通称イザナミラと、甘い甘いひとときを過ごすことになるじゃろう。時には寒暖し、時にはちっとばかし色かに酔い、そしてお上の演舞、さらには剣舞と呼ばれる刀を振るう芸にその目、その心を奪われる。楽しみすぎてうっかりとその心、悲願の果てに置いてからんごとしっかり捕まえとくんじゃよ。すごい骨の像。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんばんは。皆様を旅館の前まで案内します。三途の川の案内の猫目と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、続きます。出発します。いや、それらに行こうや、おいな。いや、おー、あ、マジ、へぇ、いいね。ここが噂に聞く。和服くらいも着てくりゃよかったかな。ちょ、うるさいよ。日本足ならあんだけどさ。大原時の館が見えてまいりました。一番前、一番前、一番前、一番前。一番前、一番前。大丈夫ですからね。どうも、こんにちは。こんにちは。おかみの徳代と言います。今日はご案内させてもらいますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは、私がご案内しますので、皆様、ついてきてくださいませ。ほら、ほら、ついてこい。おーい。はい、皆さん、ついてください。行くぞ。行くぞ。こんなノリだっけ、ここ。うわ、すげえな、これ。どうぞ。まあ、日によりけりですかね。では、スタミ様、私がご案内します。こちらへどうぞ。お邪魔します。気心知れた中の方がね。なんか俺が両手に鼻状態になっちゃうけど、ここならまあ明らかに座り方おかしいぞ。大丈夫か。うん、うん、なんかみんなバッチリ決めてんな。あ、あ、いつも通りですけどね、私。あ暑いね。素敵な方ばかりですよ。暑い今日。うー、かわいい。こんばんは、ご映画どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お願いいたします。お願いします。お久しぶりですね、ガラクちゃんだ。久しぶりでございます。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いしますね。この間ぶりですね。スタミさんとお呼びしてもよろしいでしょうか。はい、スタミです。お隣の方となんか親しげにお話しされてましたけれども、はい、そんなことはありません。もしかしてお知り合いですか。あ、そうなんですよ。まあまあちょこちょこ2回ほどね、他のところで一緒に遊んだだけの関係なんですけど。ああ、言い方あるだろう、他にも。お前ダチって言ってたろ、お前。イベント以外ではなかなかお会いしないんですか。イベント以外だとお前何して生きてんだ。忙しいから。うん、酒飲んで生きてる。
やってること変わんねえんだな。どこにいても。変わんない変わんない。ここはもう僕、なんか予習とかみたいなの何にもしてきてなくて。こちらはですね、あの、彼岸旅館大まか時といって。はい。そうですね、さすがにやはり。人生から、時々あの、魂がね、今日のスタミさんやアクトさんのように迷い込んでしまわれる方がいらっしゃるんです。あ、なるほど。そういった方をこちらの旅館でおもてなしして、癒し、また現世の方に送り返す。そういうお役目を私たちは仰せつけられておりますので。なるほどですね。お楽しみください。わかりました。ただ、スタミさんは、一つね、あの、注意していただきたいことがありまして、はい、私たちイザナミ、いろんなものがいます。はい。狼ですとか、キツネですとか。はい。あるいは人魚もあのいたりします。私は猫なので。あ、猫ちゃんなんですね。もう一つね、気をつけていただきたいことが、こちらの宝石、ご覧になってください。はい。はい。こちらの宝石、赤色をしておりますが、はい。はい、赤色以外のものもおります。そのイザナミは、現世に送り返すお役目を忘れてしまうような、ちょっと、悪いイザナミさんでして、客様を誘惑して、こちらに留めてしまおうとするね、そういう悪いイザナミさんがいるので、お誘いには、夢、乗らないように気をつけてくださいね。今日ね、せっかく来ていただいたスタミさん、日頃のね、疲れがあると思います。はい。今日はね、いっぱい。リラックスしていってくださいな。わかりました。現世で頑張れる力が出てくると思いますので。確かに、ここでちょっと癒しをもらって、また明日から頑張ろうと思います。明日何か頑張らないといけない予定とかあるんですか？はい、明日60キロ自転車こかないといけないんで、ちょっと。明日なんだ、あれ。はい。60キロ？え、明日？明日？はい。え、じゃあこんなところにいたら、魂ちゃんと現世に帰らないと大変じゃないですか？そう、絶対に帰らないといけないんで。最後にちょっと悪いイザナミさんではなく、しっかりと赤い宝石をつけた、あの、良いイザナミさんに接客していただかないと困るかなっていうのはあります。それでも、せっかくこちらに来られたんですから、ね、少しはこの悪いイザナミさんとね、日遊びしてみるのもいい思い出になるかもしれませんよ。まあ今日はいいか。ああ、今日くらいで、ね、ハメ外さねえと。今日はそういうこと言ったらもう。前段階はね、ハメは外した。はい、飛ぼうよ、うん。はい。絶対頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。ゴールまで、うん、ゴールまで足をつかずに頑張ってくださいね。はい、足をつかずに。すごい。信号とか待ってる間もぐるぐる回ってなきゃダメだな、ぐるぐる回ってな。綺麗な衣装ですね。信号待ちとかでも。ちょっとご覧になりますか？たまに横からの景色が。うん。まあ横からの景色は絶品ではありますなぁ。ああこんな形になっております。あらまあ、あらまあ。これはどういう、すごいですね。私は赤のイザナミなので、誘惑してこちらにね、引き止めるような悪いイザナミではありませんから、気をつけください。いやもう十分誘惑で言うとしちゃってますけど、これ悪いイザナミはどうなってしまうの？一体もう一回横向いてもらっていいですか？正直だな。その声が聞こえる。ごくあれですね。そうですね。でかい、いや、でかいじゃないわ。背中が。背中。背中ですか？背中が大きくて頼りになるなっていう。すごい頼れるなって、その。褒め言葉なの？隣のイザナミがまたこちらに回ってきますので、はい、では最後までごゆっくりお楽しみください。いいテンポですね。はい、ありがとうございました。またね。ニャルさん、ありがとうね。あ、明らかに。はーい、ナルちゃん。はーい。これはもう、悪いなぁ。どうなされたんですか？全然良くないです。わぁ、そんなにいっぱい手はありますけど。ナルちゃん、よう今日出勤できたね。知りませんから。ということで、お話失礼いたしました。あー、はい。はーい、あるらば。おやおや、久々にこう、人間をお見かけしました。先ほどが。ね。もう、気高きを組みさんで。ね。ね。
ちょっと いいですか、ちょ頭見せてもらっていいですか、何ですか、え、ちょっとそれ見せないようにしてたのに、ここ、いや、ちょっと、いや、さっき良いイザナミ、良いイザナミさんに教えてもらったんですよ、うん、もう、真っ黒じゃないですか、もし、よか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 、もう大丈夫ですよ、ちゃんとお返ししますから、これが悪いってことか。あなたが望むのであれば、ずっとこの世界に、この旅館に閉じこもって、奈落の底にずぶーっと落ちていってもよろしいですのよ。私はそれを歓迎いたします。内緒でね。ごめんごめん、すごいですね。興奮しすぎてちょっと写真を撮りたくてさ。よいしょ。最悪ね、あの、アクトさんのね、後ろに乗って帰っていただければ大丈夫です、ね。きっとね、助けにね、超えれますね。俺はここに残るつもりなんだけど。帰るつもりはねえんだ。そう。俺は残るつもりだけど。あの、質問があります。もちろん。はい、どうぞ。あの、さっきの、よきイザナミさんは、にゃんにゃんだったんですけど、なんかあるんですか？うん、私は名前を、奈落と申しまして、はい。そんなつもりはないんですけど、人間を楽しませて、はい、深い深い奈落の底に引きずり込んで、温めて、温める幸せに暮らしてしまうことはね、何をえとしておりまして、でもその結果なぜか、いっぱい手がついちゃいまして、足にもずっとね、しがみついて、はい、ね、はい、あなたもこの手の一つになりますか、あ なんてね、そんな酷なことはしませんよ。ね、すっごい衣装ですね。ほら、後ろも。後ろはちょっと後ろよ、後ろは見えない、後ろは後ろは背中そう、よく今日出勤できた、奈落ちゃん、奈落ちゃん今日よく来れたね、奈落ちゃん本当になんで奈落ちゃんいるんだろうって思っちゃったもん。どうして、どういうこと、自分のすべきことをして、自分のやりたいように人間の魂を火事楽しませて、そのままズブーっとそこの底までおたけ落として何も考えられなくして、ずっとここにいたいと思わせて、私、奈落の底が、帰んなくてもいいかな、ね、帰らなくてもいいと思ってきたでしょ、そう、それでいいんです。大丈夫。他には帰られない幸福、幸せ、至福、ありとあらゆる幸せをご提供いたしますよ。だから帰らないでくださいまし。もう明日のレッドブルどっちでもどうでもいいです。それはそれで大事だから、今日はね、きちんとね、うん、一旦ね、あの、釈放するので。わかりました。危なかった。またね、アクトさんの背中に乗ってやってきてくださいませ。はい。でも、最悪、ね、代わりに走ってもらったら、ね、そうね、自転車乗るので。俺が ?60 キロ。そうそうそう。俺50メートルごとに休憩挟むよ。結構。お前短距離型なんだな。なるほど。そっちの短距離型か。ね、うん。けど確かにこのね、あの肉体だったら、割とね、ショートで。そうなんですよ。ギャッとね。その瞬間。ギャッと言って。側近だと思うんだよ。ね、そう。これ私も瞬間でギャッと言って、そのままずっとね。すっごい、ほんと、距離が。俺これどうなってんの、今。いつでもこうなんです。ね、でも、こうした間にもね、時間がどんどんね、いってしまうので。そうですね。こんな感じですか、時間が。うわ、すごい。うん、いいですね。なんか目の中のハート割れてるのめっちゃいいですね。うん、最初は繋がってたんですけど、気づいたら割れちゃって。最初は繋がってたんです。すげえ。あっという間の時間でございますね。こう楽しくです。これ以上いるとね、ちょっと魂に悪影響を及ぼしちゃうかもしれないので、名残惜しいですけど、はい、でも次いらっしゃった時は、ぜひ覚悟してくださいまし。はい、後ろはあんまり見ない。ああ、後ろが、ああ、すごいな。後ろ向かれるとすごいんですよ。またね、奈落ちゃん。わーい、奈落ちゃんまたねー。奈落ちゃんのケツとしか喋ってなかったんだけど。お願いします。どうも、イコイと申します。よろしくお願いします。次は元気っ子。ちょっと待ってくれ。おい。元気っ子、もう元気っ子かも。お、黒いぞ。黒です。なんでこのキャラが黒いんだ。実は、黒です。これはバリエーション豊かにするためだからね。さささささです。
今日は適当言い過ぎじゃない？今日はね、このとっくりマジックをちょっとね、お見せしようかなって思ってね。あ、はい。さっきは何を入れてもらったのかな、みんな。俺今回ね、初めて。初めて。いまだに何も入れてもらってない。あ、そうなの、何やってんだ、あの人。まったく。まあね、うん、ここはね、真面目担当のエコイさんがね、ちょっとね、はい、もう、いい感じに見せてあげます。そんな、まあ、な、シェイクしちゃダメ、シェイクしちゃダメ。真面目担当でしょ、シェイクしちゃダメ。ダメダメダメ、こうしちゃダメだから。そういうもんじゃないから。まあまあまあね、よいしょ。うん。はい。どうぞ。いただきます、はい。ちょっとね、酸っぱいかもしれません。うん、はい、酸っぱい。酸っぱい。何酸っぱいって。わかるかな？とりあえず。これはね、はい、いただきます。乾杯。はーい、乾杯。うん。うわぁ、ナイスこれは、向こうの竹やぶでなんと育成されているビッグレモンです。竹やぶのさらに先にある畑でビッグレモンがね、そう、育成されています。はい。おぉ、うん、おっとビッグレモンです。ビッグレモンが、あんのかあの奥にそう、ここは読みだからね、何やっても許されるんだよ、うん、ビッグレモンだよ、何でもありか、何でもありで、それを俺たち今クイズ出したよな、当てられるはずないでしょ、うん、ビッグレモンいやいやいやね、うん、当てられないこと前提のクイズもまあ行きかなって思ってね、出してみました。ありがとう、うん、ありがとう、うん、ね、そしてさらにもう一個あるんです。なんまだあるの、イコイちゃんは。全員さなみさんの中でイコイさん限定のスペシャルな銘柄があります。お、はい、その名もイコピリです。イコピリがあります。イコイさんには先ほど入れたこのレモンをまずはイコイさんが飲みます。あーあー、何してんの何してんの、イコイさん飲んじゃっていいの、こっからこっから、うん、こうやって魔法をかけるんだよ、こうやって、はい、イコピリが今生まれました。あ、ほんと、そう、でもこのイコペリね、なんと条件があって、この世界の通貨で、そう、イコペリカっていうのがあるんだけど、それを払った時のみ、飲んでいただくことができるという、スペシャルな銘柄なんですけど、それ今ちょっとあのね、本当にあるのって他の人に聞いてみても通じる？うん、通じるよ。本当かよ。通じるよ。いいだろ、この女。で、今ね、ちょっとペリアスがね、すごくてね、ちょっとお高いんだけど、そう、一本1億イコペリカぐらいなんだけど、ちょっと大丈夫かなって思って、もう入れちゃうね。それ今日いただいても、うん、入れたらもう勝ちだもんね。うん、ああ、うん、え、大丈夫だよ。いただきます。これどんな味がするんですか？はい、イコペリはなんとね、味がしません。うん、ただただ運気が上がります。金運、仕事運、なんとか運、全部上がる。全部上がります。わかった。じゃあ乾杯。大丈夫。はーい。うん、あー、これはイコさんの飲める。ブワー、うん、よいしょ。おー、いい飲みっぷり。たまんないぜ。一億円の味。たまんないでしょ。運を運んでくる女、運送業です。そうよ。多いね、これ。これは、の、なんで黒くなっちゃったんですか、これ。そう、これね、最初ね、実は、こういうと、この世界に来た時赤だったんだけど、うふんうふんみたいな接客見てたら、イコイさんでもできなーってなって、そう、黒にしました。できてないですよ、はい。お姉さんできます。いや、できてないですよ。で、うふんはハンは？で、うふんはハンは？うふん、うふん、はい、どうぞ、イコペリだよ。いや、奈良くちゃんみんな鳴ってください。全然ですよ。奈良くちゃんの後じゃなぁ。奈良くちゃん、奈良くちゃんなら全然。え、でも、イコイさんの方が奈良くちゃんより先輩だから、先輩料ってことで勘弁して。先輩なんだ。ねえ、ちょっと、アコトさんも仲良ってよ。すごい、色気あるでしょ？なんなんでしょ？わー、奈良くちゃんの方が色気あったさおい、見てみろよ、あれ。おい、あれ。うん、あの映像よ。あれだぞ。イコイちゃんも立ったらまずそうってことは今気づいたわ。そんなまずいかな。よいしょ。わあ！立ったらまずそうってことは。あぶねえ！今あぶねえぞ！イコイ！危ないぞ！おい、どんな格好で！
うわぁ、お前やっぱちゃんと黒いな。真面目な服装ちょっと見え、うわぁ、ちょっと待って、危ない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 、何が起きた、絶景かな。そろそろね、交代の時間だから、ピコイさんもローテンションくるってするね。はい。この後もめっちゃ魅力的な子、いっぱい来るからね、お話ししてあげてね。はーい。タミさん、アクドさん。はい、ありがとうね。はい、さよなら。またねー。バイバーイ。ちょっとなかなか攻めてますね、ここ。ああ、まあ、クロー勢は。ああ、こんばんは。こんばんは。ああ、すっごい上下に。生きてるよー、コンペさん。こんにちはー。わー、すごい、特に、特技はありませんよー、動くねー。はい、特技は特にありません。特技はありません。あー、動かないように、動かないように。はーい。開き直っていいですか。ひらぺきの。あー、ちょっと、次方適当すぎ。次方適当すぎ。もう修行積んでるから、修行。あ、今いっぱい持ってきますね。体大きいから。トッピングで頼むわ。ジョイ、もうイメージできないもん。キャラメルいいよ。水の挙動がどうなってんの。もう、はいはい、待って待ってきました。はい、行っちゃって行っちゃって、ありがとう。すごい強そうな胸板じゃん。あ、もうこれ筋肉になるから、これプロテイン入りなので。ありがとう。すいません、これ僕もトッピングお願いしていいですか。シナモンパウダーと蜂蜜ですね。あ、これお酒ですよね。ちょっと入れてきますね。あ、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お酒ですよね、これ。はーい。あ、ゴンペさんは混ざっちゃうんですよね。天使、際立つから。うん、うん、なんかもうね、天使かも。なんか天使な感じでやってますか。お前ちゃんとしとけ。お前ちゃんとしとけ。なんか生まれ持った素質だよね。なんかいろいろ入ったらこれになったよみたいな。なんかこれさ、みんなついてるんだけど。神様いつかね、なるよ。これ、これ、この。ここで働くとね、もらえるね、名札なんです、これ。あ、これ名札なんだ。これ。そうなの、そうなの。豪華です。そうなの。読める？あ、ちゃんと見れたの初めてだわ。いい感じ？読める？皆さんね、あの、衣装が際どかったんで、ちゃんと見れる人、ゴンコ。見て見て。ゴンコが初めて。うん、あ、そう、もうね、至るところちゃんとガードしてるから。偉いね。そうだよ、ちゃんとスカートの中もね、もうケサランパサランいっぱい入れても、何にも見えないようになってるから。すごい！いっぱい。黒だから別のこともあんじゃねえの。うん、いや、なんか、距離感が、あの、おかしいから、とりあえず黒にしとけば、オッケーって言われたから、カリスみたいな。雑すぎだな、フラペチーノ。可愛いで売ってる。まあ、でも確かに。あら、キラキラで、うん、羽ばたくみたいな。そう、羽ばたく系なので。羽ばたくみたいな。なんか私は、もうね、寝てればいいから、ここにいて、みんなが、あの、可愛いやってくれるから、私は、あの、人数合わせでね、うん、さ、待ってまーす、こちらでちゃんと会話して、俺たち。俺たち、俺たちに会いてきて。接客して任せて。いつもなんか、定番みたいな。なんか、眉毛が、すごい。定番？オフレコで来てくれた時だったらね、いけるんだけどね。何？基本、あの、お見せできないものしか、やってない。お見せできないことしてんの？こうやって肩叩きしてるの、こうやって。肩叩き。え、じゃあ俺も肩叩きしてそれしてほしい。よくわからんけど、まあ、ここで、こうやって、はい、飼ってますねーって。はーい、飼ってますかーって。こうやってやった。光景がすごすぎる。あの、雰囲気はね。ありがとう。もうあの、シフト、シフト終わりました、ちょっと。代表、こいつ首で。終わりましたね。はい。そう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 。これから毎朝してもらいますので、ぜひ見ていってくださいませ。はっ。すごっ。すっごっ。このためのお前だったんだな。いつ見ても綺麗です。それできねえのかちょっと苦しいな。うわ、すげえ、マジで。いいよな。
マイカップ。おわあ、いや歌も踊りも素晴らしかったですね。いやーいいねー、すんげえ、歌も綺麗だし踊りも綺麗だし、よかったよ、いいねー、素敵でしたね。わあ、楽しみですね。今日ランチタイム様来てくださってありがとうございますね。はい、非常に楽しんでます。ここじゃないい感じにギャップルール、またこの後にいい感じでギャップルよかった、いい感じのスパイスになったでしょ。最後にゴッコちゃんでよかったかもしれない。いるいる、そしてね、テントの方もありますから楽しみにしてください。あ、まだあるんですね。パーティクルが見れますよ。ありがとうございます。いい女しかいないから、もういい女しかいないから、ここでずっと来てくださってもいいんですよ。あら、ありがとうありがとう、先自分で言っちゃった、ごめん。ありがとうございます。よかったでしょ。お前がいた意味が分かったよ。いい感じのスパイスだったでしょ。あ、よかったぜ。今日生まれた意味を知ったわ、おかげで。ありがとう。お前、存在意義は俺がもうね、このために生まれたんだな。活躍してあげる。いやー、ルチャさんいい声だったよ。ルチャさんすごいよ。めちゃくちゃいい歌声だった。すごい、本当にいい感じさせなかったよ。え、可愛かったよ。実際に歌ってたんですか？あー、なるほど。あ、はい、今リアルタイムで歌っておりました。はい、声が震えてしまったんですが、前に目取られてんだから。やばー、これからもまだまだ素敵なイソナミさんや芸者様いらっしゃいますのでね、楽しみにしていてくださいね。はい、皆様も並んでください。いやー、楽しかったですね。いやー、いいね。これはなんかキャラが一人一人全然違っていいですね。いろんなイザナミさんいますからね。ここもね、ありますね。とんでもない人数いるからな。待って、またねー。このグループ何人いるんでしたっけ？在籍多分、まあ、3桁はいるもんな、ここも。3桁いるぐらいしか知らないもんな。そんな前ここいんのか。あんら、まあ。あら、つゆりさんもおる。あんのんさんもおる。また素敵な方ばかりですね。またすごいね。ええー、メンツが、あら、サラサンモール。うん、メンツがすごいね。メンツすごい？今日は、すごいね、ひとしさん。2組目は、すごいよ。私たち4人がお相手いたします。すね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。一発目はみくりさんか。失礼いたします。そうです。お久しぶりです。はじめまして。はじめまして。サタミさん。最近よく VR ちょっとで見かけますので。あ、ありがとうございます。いや、お会いすることを楽しみにしてました。あ、こちらもすごく楽しませていただきます。ロールパンダちゃんみたいな目してる。そんなことないですよ。ちなみになんですけど、私のこと覚えてたりしますか？え？え？ VR チャット入る前に、エンジンかずみさんのクラブサラスバディの動画のところに出てたのポンコツです。ああそうですね。あっちは確かにそういうこともありましたけども、こっちはいつも通りの私の、
ママとして。ママなんだ。ママじゃないです。ママ。ムマ。む、夢の、ま。ムマ。ムマ。ムマなんだ。つまりわかるよな。経験してきたからな。そこまで行ったらわかりますよね。はい。ちょっと、頭見せてもらっていいですか。配信見てましたよ。頭ですか？はい。チェックしてるんですよ。私の場合は耳のところに見ていただければわかると思いますよ。確かに。本当だな。悪いイザナミさんなんだな。みんなでは。うん、悪くないですよ。こうやって癒して、明日、ほら、遠出するんでしょ？そうなんですよ。現世の方で。はい。そう、だから、頑張ってもらうように、はい、ここで、むしろ、ね、まあ、帰れなかったら、今、そこのトイレに行ってしまった方の背中にでも乗って、ね、まあ、ここでみんな仲良くしていきましょう。わかりました。明日、そう、遠出頑張ってもらうように。あ、はい。本当だ。ああ。甘いよ。そんなことありませんよ。おいちゃん。食べてしまいましたね。え、ダメでしたか？うん、ダメじゃないよ。何が起きるんですか？ダメじゃないけど、今夜だとちょっと明日がかわいそうになるので、明日頑張った後。夢の中でお邪魔するかもしれないですね。心配してるんですよ。夢の中ですか？あとは、どうなるかは、もう、わっちがつくんじゃないでしょうか。わっちかあったあったすぎるのはダメですか？お前も食べさせてもらえ。なんか楽しそうな落ち着いてる。え、何おい、今すごいもの食べさせてもらったぞ。しょうがないですね。ああ、でも、秋田さん、いいですね。下からじゃあ。どこに入れ、どこに入れと。私もここが始まって以来ずっと通ってますけれども、まだ見たことない。じゃあ、ちょっと最後に。もう最後ですか？早っ。本当に。うん、そういう最後じゃなくて、じゃあ、こっちは特別ということで。はい、どういう、じゃあ、だって、ちょっと待って、ちょっと待って、待っていいですか。じゃあ、やばい、やばい、今食べてましたよね。一つと言わずにもっとたくさんしてほしいですね。たくさんたくさん。美味しいです。もう一回。わあ、どこに入れてるんですか。また愛に通ってしまいそうです。残りも楽しんでてください。ありがとうございました。お願いします。ありがとうね、みくりさん。失礼します。そうですね、ではお隣失礼します。はい、前からここに来るとあら、なんだかね、すごく見られてますけど、ね、どこを見られてるんですか？どことは言われて別にあれであれですよ。わっちは、さゆりと申します。可愛いなと思ってよろしくお願いしますね、本日は。ありがとうございます。あら、旦那様なんだかね、お口がすごくお上手なようで。いえいえ、そんなことないですよ。わっちもそんなにね、褒められてしまうとね、心がたぎってしまいますから、困らさないでおくんなんし。もうあれですね、エロい目してますね。旦那様はね、なんか現世ですごくご活躍をされているようで。そうですか、そうなのかな。そうだと嬉しいんですけど、最近ちょっといろいろでね、マッチなんか見てしまったんですけれど、はい、何を見ましたか？すごい好きなことがあるみたいで、はい、あー、勝利勝利じゃないですか、それ。で、旦那様の小さくて可愛いんですよ。あー、好きなんです。いやー、リサーちゃん、あー、助かります。シャリシャリシャリ、いやー、シャリシャリで僕が好きなんですよ。シャリシャリシャリ、ありがとうございます。シャリシャリ、はい、はい、リサーはね、ねえ、あら、連絡ない。ご褒美シャリシャリは初めてかもしれない。ご褒美シャリシャリは初めてかもしれない。最近女性のファンの方も増えてきてですね、こんなところ見せたらどんなことになってしまうのか。でもいいでしょう、今日は日遊びをしに来たんでね。怒られてしまいますかね。今日はブレイコーだ。なぜこうやって旦那様たちを毎週毎週誘惑しているか。外にふわふわ漂っているホタルになってしまうんですよね、旦那様。でもね、ホタルになってしまえば現世で辛いお仕事をしなくても、わっちたちとずっとここで楽しい宴を繰り広げられるのでは。ずっともうホタルです、私は。帰らないでおくん
帰んないです。帰るとかもういいです。聞きましたからね。帰らないと。全然帰る気ないです。ねえ、あとここに住もう。今聞かれましたよね。ここ住もう。みんなね、楽しく住みましょう。生きていた頃は、遊郭でね、遊女をしてたんですよ。ちょっとね、いろいろやらかしてしまって。やらかしてしまったんだ。現世を去ることになってしまったんですけれど、当時の記憶が忘れられなくて、ここで迷い込まれた人間たち、旦那様たちをたくさん誘惑してるんですよ。ああ、なるほど。それでちょっと見てみたいですけれどもね。もう死んじゃっていいかなって。うん、あ、じゃあこのままね、ずっとこの世界にね、一緒にいましょう。もう幽閉されてもう楽しいですよ。この薄暗い感じも癖になってきました。いやほらほら、いやそっちがほら今盛り上がってるからね。いやいやいや、アクト様、アクト様も混ざってください。ね、ほらほら呼ばれてますよ、アクトさん。ちょっと楽しそうだからさ、ちょっと俺も寂しくなっちゃってさ、横に手出しちゃった。ねえ、放っておいてしまいましたね。あーねえ、悲しくなっちゃいますよ。悲しくなっちゃいましたね。さっきからみんなさ、みんなスタミナさん、やっぱね、みんな顔のいい音ばっかり行くのよ。俺お前ずっと何回も来てるからやろ、お前。人様はすごくね、素敵ですからね。新規さんに優しくするのは大事かもしれないけどね。ちゃんとぐらい俺に構ってくれた方が俺はちょっとね、嬉しいけど、まあまあまあね、写真撮るのも楽しかったからいいんだ。私の近くに来てね。今日はありがとうございますね。大丈夫。俺が言うのもなんだけど、すごいことになってるよ。なってますけどね。俺が言うのもなんだけど。あると申します。はい。あ、ノンと申します。よろしくお願いいたします。そう。さっきお願いします。アクトさん。アクトさんに半年ぐらいから大曲がりに来るときいつもこの格好なの。それではね。どうぞ。はい。召し上がってください。リコペリカは大丈夫ですよ。おー、本当にあるんだ。本当にあるんだ。共通通貨。いただきます。無料です。乾杯。スタミさんは明日忙しいけど、俺は何もないから、うん、何もないから俺は別に。なんかさっきから構ってもらえなくて、拗ねてるんですよ。あらら。みんな顔のいい男にしか行かないからさ。すーい。所詮顔だよ、みんなや。アクトさんだって、こんな金庫釣り寄りの素敵な体好きじゃないですか。ね、場所馬のように働かされますよ。場所馬のように働く。うん、それでもいいかな。少しでもなしとけやな、ここ広いから。掃除とかね、座布団のね、洗濯とかね。結構働くな、こんな広いところ一人でやるか俺。お前そこら辺ね、立っていけばね、見物になるからな、立ってるだけで。ああ、嫌だな、背景に俺が常にいるの。バーティクルの。せわしくね、ここ動いてるのが、そこらね、ブランカーから見えると思います。スクリーンの間をね、駆け抜けていく。アクトさんですから、ね、右からこう、フェードイン、フェードアウト、ブンって、通り過ぎるだけのアクトが。スーって。スーって。別に何もアクションせずに、右から左に、うえって通り過ぎる。シューンって。舞やってる最中とかも、スーって通り過ぎるかもしれない。たまに、すごく背景としてお前が、雇われてもいいかもな。うん、なんか今通ったよな。この部屋と何部屋ぐらいあるんですか。私は大歓迎ですけど。ここは、2の部屋と言っておりまして、もう一つ、1の部屋と3の部屋。はい、合計、3つの部屋で。あ、そうなんだ。合計18名。大戦争よ、大戦争。大戦争じゃん。え、じゃあ、1回のイベントで18人しか楽しめないんですか？他のね、別の、世界ね。別の世界線の、ね。別の読みね。にしてもでしょ。にしてもだね。そこに言っても。うん、とんでもないよ。来たい人100人くらい来るでしょ。お手紙が。うん。まあ、そうですね。そういう100人中18人が選抜されるわけだからな。やばいなぁ。もう、そもそも、やっぱ大人気。大丈夫ですよ。宝くじの300円当てるより簡単ってことですよ。確かにそうか。確かにそうだね。しかも無料でトライできるしな。現実的な話になったから。無料でトライできる。いきなり現実的な話になっちゃった。ちなみにですね。はい。ヤモツイ食いというお話をご存知ですか？異世界のものを食べると、戻ってこれなくなるかもしれない。ああ。もう飲んじゃったから無理だよ、俺たち。もう俺たちもう何、ビックレモンな。いろんなもの飲んで食ってきてますよ。ビックレモン飲んだしな。うん、さっき俺フラペチーノ飲んだしな。ああ。失礼します。次はサラさんだ。はい。出雲と申します。どうぞ。はい。です。
よろしくお願いします。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 サラさんも黒なんだな。大丈夫ですか皆さん。サラさん、そのビジュアルで黒なんですね。見ちゃいましたかはい。にゃんちゃんなんですね。あ、そうです、猫です。結構かわいい。いろんな変化するので、はい、確かに。ゲームとかにも遊びに行ってるような猫です。はい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 。尻尾も生えてる、ちゃんと。いつもサラ。ありますよ、見ますか？はい。多分映せると思うんですか？わー配慮もしっかりと。助かります。はい。尻尾はまだ映せるからな。さっきもう、凄まじいのが来たんで、一周目で。僕の配信者生命の危機が、一周目、そう、30分前ちょうどあったんですよ。終わるか終わんないかの瀬戸際が30分もあったんで。ありがとうございます。完璧ですね。完璧です。ご配慮が。もう、安心してると。私も食べちゃう方なので。あ、結構肉食さんなんですか？そう、お客さんとか見てると美味しそうに見えちゃって、ついつい食べちゃうんですよね、こっそり。とか、パクって。ああパクパクって食べちゃいます。うわ、パクパクの声かわいい。でも、ちょっといいですか？俺、いろんなキャストさんが、俺の、接客してくれるんですけど、うん、そうしたらこいつが、一人で食ってきたね。一人で酒飲んで、しょげちゃってるんですよ。じゃあちょっと、アクトに一回接客してもらっていいですか？見て、悲しんでるね。もうね、これね、モテるために火の玉入れてるから。モテるためなんだ。確かに。そうそうそう、女性受けをするためにね。女性受けをするため。女性受けだったら元があっただろ。どうぞ。いやー、無理だよ。俺、これ、これ出したらみんなこれにしか相手しないんだもん。みんなこればっかり。ああ。みんな、ほら、見て。すぐ人こっち行くから。ほらー。俺ここにいんのに。お前そっちだよ。お前それ、お前の世界観が悪いんじゃない？でもこの子、うちのペットなんだけどなぁ。あ、そうみんなこれ俺の本体だと思ってやがる。いや、そうよ。俺それが本体だと思ってたよ。俺の本体はこの外観なんだよな、実はよ。あ、そうなんだ。あ、食べてくださいって言ってますか？ウェルカム。ウェルカム。美味しそうだなぁ。寂しかったもんね。キャラに似せるってなると、うん、ここに住みますか？住む。いや、帰らない帰らない。予定ないから。失礼しまーす。ピューン。いやー、なんか、これくらいの黒だと落ち着くね。真っ黒黒助ばっかりだったからね。奈落ちゃんとかですかね。奈落ちゃんはすごいよ。奈落ちゃん後ろ向いたらもう見えてんだから。奈落ちゃんのケツとしか会話してなかった。うん。下見さんの方ばっかり見てるからよ。俺はずっとケツしか向けられてねえんだ。悪くねえだろ。絶景だった。ありがとう。絶景だったな。うん。絶景だった。ありがとう。写真撮りそうになったもん、思わず。これはまずいな。それはダメなんじゃないか。それはダメなんじゃないか。これはまずいなって思ってね。じゃあ、私のでも撮っておきますか？え？しんどきますか？お許しが出たならいいんじゃないか。お許しが出たなら。あ、ここに、ここ、お酌が落ちてますよ。サラさん。あ、はい、失礼します。え、ちょっと待ってサラさんサラさん思ったよりサラさん何でしょうか何でしょうかっていうか、思ったよりあれでしたね。黒で、黒っていうか、あの、色の話じゃなくて、その、なんて言うんだろうその、その、今、石の話をしてるだけで。どういうことですか？いやいや、どういうことっていうな、はい、ちょっと。どういうことでしょうかまたぜひ迷いに来てください。はい。お待ちしてます。はい。黒多かったな。黒かったな。みんな黒。はーい。失礼いたします。また、ギャル感の強い。こんばんは。うち、きなこもちって言います？ああ。見えるかな？こもって呼んでな。こもちゃんって呼んでくれたら嬉しいな。
え、お兄さん名前なんて言うの？僕ね、スタンミって言います。スタンミ、はい、スタンミお兄ちゃんって呼んでもいいかな？あ、そっちなんだ。あ、じゃあお兄ちゃんで大丈夫です。いいの？はい、アクトお兄ちゃんって呼んでもいいかな？うん、いいの？ありがとう。お願いします。聞いてないよ、お前の話。お前の話何も聞いてないよ。頼むぜ。じゃあ乾杯しよう。おー、いただきます。いいかな、いくよ。せーの、乾杯。乾杯。うわあ、うまい。え、何入ってたと思う？何入ってたんですか？もう全部飲み入っちゃった。これな、実はサンズの川のお水。え、サンズの川のお水飲むとどうなるんですか？さっきもしかしたら話あったかもしれんけど、わかったな、ホタルさんみたいになって。飛んでちゃうかもね。言ってたわ。言ってたわ。どうなんだよ。私が今日は、はい、サンミお兄ちゃんのことちゃんと返してあげないといけないから。ね、アクトお兄ちゃん、スタミさん返してあげて。なんかみんな俺がスタミさん乗っけて帰るみたいな話してるけど、俺は先帰らせるよ。いや、お兄ちゃんは、実は、あれもしかして魚のあたりなんかしてほしいやつね。共有されてる。え、いいんですか？自分の口で言えたら、お兄ちゃんにやってあげようかな。わかりました。俺お花を、うちに言ってみ？お花を、お花を処理処理してください。処理処理してほしいや。ちゃんと言えて偉いね。じゃあ、約束通り。そっくり返してね。そう、馬の部分が、先輩頑張ってて偉いよ。ありがとうございます。あ、偉いよ、嬉しいです。なんか毎秒自分させてくれる。よーし。ありがとうな。一人見てね。俺はもっとすごいことしてほしいな。処理処理以上に何かがあんのか？何してくれるのかな？あ、しょうがないな。私が、応援してあげるね。じゃあ行くよ。いっぱい頑張れて、偉いよ。うわぁ！VR カップとかいろいろ頑張ってね。応援してるよ。頑張る、ありがとう。頑張る頑張れる。俺も明日頑張ろう。お兄ちゃんも応援してほしいの。いいよ、明日頑張ろうぜ。お互いによ頑張ろうぜ。明日からもいっぱい頑張ってね。いつも頑張ってて偉いよ。ありがとう、今日来てくれて嬉しいよ。乾杯。乾杯。杯をホスト回転。乾杯。乾杯です。乾杯。ありがとう。ありがとうね、こもちゃん。またね、こもちゃん。またね。お久しぶりございます。簡単なことだ。さん、お久しぶりだね。そして新しく出会う旦那様。あ、そうなんです。旦那様はどのようにお呼びすればいいかしら。スタンミと呼んでください。では、スタンミ様。うわ、気品がある。それでは、すごいわ。恥ずかしいわ、そのようなこと言われると。ねえ。あら、アクト様はいかがです？飲んでらっしゃる。美味しい。俺は、どこ行っても飲むんだから。美味しい、美味しい。ねえ、大岡さんのね、魚にして飲む酒なんかうますぎて、俺はもう進んじゃうよ。もう一杯飲んでよ。女、口説くのがうまいね。相変わらず。ああ、いい酒にね、いい女がつけ。いいもんだからな。スタンミ様はお酒進んでおりますか？お酒もさっきからもうガバガバ飲んで、もうこれお酒俺も今日だけで8杯くらい飲んでます。あら、でもスタンミ様、はい、帰るつもりでいらっしゃいますの？いや、今日このまま普通に帰ろうかなって思ってたんですけど。まあ、そうなん？ねえ、でもスタンミ様、ここにおったら、ここのイザナミたちが全部スタンミ様のお世話を朝から晩までお世話やって差し上げますよ。朝は起こしに参りまして、昼はお食事を、夜店には宴会で遊んでいただきまして、お休みの際は警棒にてお相手いたしますかね。アクト様はでもどうなの？耳かきとか、お好きなんかしら。大好き。いいですね。
お前耳ねえだろ。大好き？お耳の方、失礼してもよろしい？じゃあ、少しだけ、耳かき入れて、コショ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 って。ねえ、アクトさんも、ああやってとてもお可愛らしいところがあるんよ。私もお願いしていいですか？はい、では、それでも。いいんじゃねえのかよ。神様の耳元失礼いたしますね。うわすんげえ。それでは耳かきをこちらに少しだけ差し入れて耳の上の方からコシャ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 。こんな感じで夜お休みになるのがお好きですの？これが好きです。ここにいたらそれを毎日してくれるんですか？ええよ、旦那様が望むんやったら。その手を握るの、緊張するんで、手汗とかすごくないですか？僕。うん、あったかくてとっても気持ちいい。俺の手なんてこんな傷だらけで汚くて。毎日頑張ってらっしゃる旦那様のお手手よ。こうやって、いたわってあげたいというのはあかんかしら。そんなこと言ってくれるの姫だけです。お手て上にあげて。そうなんですよ。で他の方ともね話したんですけども、そろそろちょっとこれでお疲れも言えるかしら。そしたらここから帰るのやめよ。全部うちが世話してあげるから。はい。僕、ここにいます。僕、ここにいます。おる？すべてを捨てて、ここにおる？はい、魂をうちに差し出して、ここにいてくれる？もう現世どうでもいいです。ね、ここにさせてください。うん。ほな、永遠にここで、うちらと遊びましょう。はい、ね。ここでの遊びが大好きです。このぬくもりが忘れられなくて。もうこのぬくもりなしでは生きられなそうです。じゃあ、アクト様もこちら側の方でございますから。もちろんよ。帰れないもの。あら、そろそろ何か始まるようよ。お？いいね。もし見えん場合は、小アバターをしていただいてね。一番見やすいところで、ラグナ様の姿見てくださいませ。私の姿はすでに見えているご様子。もし必要であれば小アバターをよろしくお願いいたします。またこちらの座敷、絨毯ですね、音が消える場合がありますので、少し私の音が聞こえているかどうか、私の声は聞こえておりますでしょうか？聞こえています。聞こえています。 OK です。聞こえてますよ。ありがとうございます。それでは最初の芸者としてサラさんが舞を回れたと思いますが、私の行うパフォーマンス演目ですね、こちらは剣舞となっております。文字通り刀を使い、場合によってはパーティクルも用います。 お楽しみにされていたものが見せることができれば幸いでございます。はい、またスタミ様以外の方々におかれましては、皆様馴染みの方々で私大変安心しております。ありがとうございます。まあそうか。見たことあるもんね。はい、ね、大技とき剣舞を行う芸者は数あれど、私はその剣舞を行う芸者たちの大体の師匠の立場だと思っていただければと思います。ああ、そうなんだ。他にも様々な魅力的な芸者様いらっしゃいますから、まあその中でもまあ、とりわけかもしれないということだけ胸に置いていただければと思います。はい、では前置きをそこそこにしてまいりましょう。今回持ってきました曲は、私の弟子の一人にしてここにいる芸者の一人でもあるコールドエッジ、こちらの方より作成されました私に向けての楽曲、こちらを今回用いさせていただきました。はあ、楽しみですね。はい、おそらくここでしか聞けないものだと思います。いいね。熱いね。ある意味指定の共演とも言えるでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。ああ、これは楽しみだーよっ。
いいね。暑いね。楽しみだな。ですね。これはちょっと高鳴りますね。すげえからな。うん。ラブリーズ県暑い。うわやばあれかっこいいねなんかさやばいよりキがだいぶ久しぶりにできた出てきたねうわ、キレが、うわ、すんげえ、すんげえ。いいね。わあ！おお！すげえ！すごすぎる！かっこいいですね。これがパーティクルか。かっこよ。キレがあるね。かっけー。いやー、素晴らしかったですね。うわー、かっこいいねー。さすがラグラさん。さすがだねー。これはちょっと、レベル高っ。ご満足いただけました？これはちょっと感動ですね。皆様、ご観覧いただき、新しくなってはるやろ、ゲーム。ねえ、すごい。はい、久々にラグナさんのケムを見たけど、そう、
いつでも上を目指されてる方やからね。いやー素晴らしかったですね。向上心の塊わずかではありますが、本日は大間が時にお越しくださり誠にありがとうございました。今後とも我々一同ですね、今回ご接着された皆様と、ともどもですねよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。いやー眼福でした。いやーよかったよラグナさん。それでは私は失礼いたします。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます、ね。ありがとう。凄まじいものを見てしまった。それでは皆様、今日はありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。いやこれはちょっととんでもない体験しちゃったよ。楽しんでいただけたよ。天部、舞、そして本物の日本舞踊をされる方、そしてはたまた歌もあります。歌と日本舞踊、そして舞、そして剣舞が楽しめ、接客も楽しめるものになっております、うんうんうん。またぜひ遊びに来たら、もっといろんな種類の方がいらっしゃいますから、楽しみに来てくださいませ。それでは、もう少ししたら、大広間の方で集合写真の方があります。なんか先ほどイコペリを入れられた方がいらっしゃったみたいですけど、まあ、それの方の申請の方も、お待ち。ありをしてますので、ね、誰よ本人から誰だありますので、よろしくお願いしますね、本当。まあ、お話があると思いますので、ぜひ楽しんでいてくださいませな。そっか。あらあら、あちらのなんかダイヤモンドの方がなんか、こちらを見てますけど。あ、金持ってそうな見た目してるから、ね。なんか金持ってそうですね、そうやね何か。あちらの頭、玉でございましょう。あいつ金持ってるから大丈夫だ。見るからに美しい。この世界は結構広いです。今、あなた皆さんいらっしゃる2の部屋、そして1の部屋、3の部屋、うん、大広間、そして外には茶室、温泉、すべてあります。それがすべて実は、このイベント用のワールドということになっています。ワールドクリエイターの方が全部手作りで作られたもので、ここのワールドを作られた中の一人が、ミキネルさんっていうあの方、そして、クロックワークプラネットってアニメがあるんですけど、その作家の方とかが物を作られてしました。へぇー。ノーゲームノーライフの神谷優さんと一緒にイベントとかをしてるんですけど、その関係で紹介してもらったものです。うわ、ね、そういう方ともお会いすることがあるかもしれませんけど、ぜひ楽しみに来てくださいませ、また。それでは、私、皆様を上にご案内しますので。はい。それでは、こちらの方へどうぞ。すんげえな、この世界は。スタンミ様、今日は来ていただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。帰られる前に、イコペリの方のご請求が残っております。いや、俺飲んでないよ。それとも、分割か。いや、こっち。はいはいはい。僕、飲んでないけど、いや、なんか知らないうちに聞かれたんで。こちらに、スタンミさん。すごーい、キラキラした。俺がいるじゃないですか。あ！お金貸してもらっていいですか？よろしいですか？あ、はい。で、え？ちょっと失礼しますね。え？よいしょ。おかみ、今日も大量だよー。こんな、1億円だからね。3、2、1、0。というわけで。今日皆様お越しくださり、いやー、いい夜だったね。いや、素晴らしい。いい夜だったな、今日も。広報といたしまして、YouTube チャンネルで、普段の活動だったり、お知らせあったり、いろいろな催しをさせてもらっております。ご興味ある方は、ぜひ、よろしくお願いします。はーい。よろしくお願いします。はーい。よろしくお願いします。はーい。はい。ありがとうございました、皆様。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい夜になりました。来られる方はどうぞ、スタミ様、お疲れ様だったらお疲れ様でした。明日の電車頑張ってください。はい、あ、頑張ります本当に頑張ってください。頑張れよ、スタミ。頑張ります。